タルトゥース、タルトゥース、タルトゥース,ス,ス、ローマ字表記、トトス、トルタス、アラビア語は、シリア、シリアアラブ共和国西部の地中海に面したラタキアに、次ぐシリア第二の港湾市で、タルトゥース県では、最大の都市、タルトゥース県の県と、人口は2007年時点でおよそ9万3000人と、見積もられている。ロシア海軍の補給どころがあることでも知られている。 かつてラテン語のアンタラドゥス、アンタラダズ、またはアンタルトゥス、アントルタスの名で呼ばれ、十字軍にはトルトーザ、トートザの名で呼ばれた。首都ダマスカスからは2 2 0トル北西、シリア最大の港湾都市ラタキアからは南へ9 0トルで、車では地中海沿いに1時間以内の距離、シリアとレバノンの国境が3 0トル南にある。 タルトゥースは東地中海に面し、背後にはシリアを東西に分ける山脈、ジャブルアンニューセリアが海岸と平行に連なる。シリア唯一の有人島アルワード島、アルワッド島、アーワードはタルトゥースの沖 3km に浮かぶ。タルトゥースは平坦な土地にあり、東は主に石灰岩、一部では玄武岩からなる丘が取り囲んでいる。気候は地中海性気候で、 海からの湿った風に影響され、冬は短く、4月から10月にかけての夏の気温も穏やかで、ある。穏やかな天気のほかに、降水量の多さも特徴的で、夏の湿度は80%にも達する。東の丘や山地では、気候や環境はまた異なる。タルトゥースの歴史は、沖合のアルワード島に、フェニキア人の植民都市、アラドゥス、 アラダズが建設された、紀元前2000年期に遡る。陸地の側には、アンタラドゥス、ラテン語のアンチ・アラダズ、アラドゥスの向かい側と呼ばれた町が建設された。フェニキア時代のアンタラドゥスは、より重要で大きな都市であるアラドゥスとつながる、本土側の小さな町に過ぎず、遺跡は多くは残っていない。タルトゥース近郊には、アムル人が建てた古代都市、 アムリとメリットの遺跡があり、アレクサンドロス大王の時代以降はギリシャ語でマラトゥス、マリスズと呼ばれておりアラデスの管轄化経済的に重要な役割を果たした。ローマ帝国の後期皇帝コンスタンティヌス一世は聖母マリアへの崇敬の盛んなアンタラデスの町を援助した。聖母マリアのための最初の礼拝堂は、ここアンタラデスに3世紀頃建てられたとされる。 シリア沿岸は12世紀末に第一回十字軍に征服され、タルトゥースはトリポリハ国の町、トルトーザとなる。1123年にはトルトーザの聖母教会、チャーチ・オブ・アワールディ・オブ・トートザが建立された。教会建物は現存しており、中にある祭壇には多くの巡礼が訪れている。聖堂の建物自体は、ムスリムがタルトゥースを取り返した後は、モスクとなり、 オスマン帝国時代には、兵営となっていた。フランス統治下で改修された後は、市の博物館として使われ、アムリド遺跡からの出土品やこの地域一帯の遺物を、展示収蔵している。ヌールティーンは十字軍から、タルトゥースを一時的に脱回したが、すぐ十字軍側に奪われた。1152年には、テンプル騎士団の手に渡り、軍事司令部が置かれた。テンプル騎士団は、 タルトゥース、トルトーザ付近に大きな建物をいくつも築いた。大きな礼拝堂と、精巧な塔のある、分厚い童心円状の二重の城壁で囲まれた、コンセントリック型の城はその一つある。騎士団の使命は、トルトーザの町と周囲の土地やキリスト教徒の入植地を、ムスリムの攻撃から守ることだった。1188年、トルトーザ市街は、サラーフッティーンにより陥落し、 テンプル騎士団の司令部はキプロス島へ移った。しかし騎士団の一部がトルトーザの城塞に立てこもり、サラーフッティーンの軍勢もこれを陥落させることができなかった。トルトーザの城塞はバニアース付近の山の上に築かれた西洋派騎士団のマルガット城、マーギャット、またはコラットワールマーカブなどと共にさらに100年にわたって西洋人の基地となり城の守り強化され続けた。 13世紀末、エジプトでマムルーク朝が没降し、シリアに侵入し、マルガット城は1285年に降伏した。アッコ、現イスラエルは1291年に陥落し、続いてトルトーザも陥落した。トルトーザは、テンプル騎士団が、シリア本土に位置した最後の全省であったが、対岸のアルワード島なおもテンプル騎士団が守り、イルハン朝のガザンハンと手を結んで、 シリアに再上陸しようとした。しかし1302年、マムルーク町との攻防戦の末アルワード島も、陥落した。シリアの中で、ラタケアに次ぐ、港湾都市であるタルトゥースは、シリア海軍の主要な基地であると同時に、ソ連時代以来のロシア海軍の海外拠点の一つで、ある。2011年以来のシリア内戦では、アサド大統領と同じ州派のアラウィー派住民が多い。 こともあり一貫して、アサド政権支持の立場を取っている。シリア14県のうちで戦死した兵士が人口比で最も多く、徴兵により内戦の犠牲になった遺族等によるデモは見られるものの政権打倒を目指した暴力的な反政府運動とは一線を画している。2015年になり、ロシア軍がアサド政権を支援する形でのシリア内戦への軍事介入を決定し、 タルトゥースの海軍補給どころについても、施設の拡大が検討されている。地中海に面し、レバノン国境からも近いタルトゥースは、シリアの二大港湾の一つで国内の重要な公益拠点である。タルトゥース港では、イラク復興のための物資が大量に荷上げされ、イラクに運ばれていることから、大規模な拡張工事が行われている。タルトゥースには、冷戦時代に、 ソ連海軍の補給及び修繕のための基地があり、基地廃止後の現在でもロシア海軍の職員がいる、国外中流ロシア連邦軍部隊の一覧シリアも参照。ロシア海軍の地中海でのプレゼンスを高めるために、ロシアが基地を拡大するのでないかという推測もある。タルトゥースのその他の産業は漁業及び観光で、砂浜やリゾートが付近の海岸に点在しており、人気のある、 観光地になっている。近年は、港湾地区を再開発する、アンタラドゥスウォーターフロント開発計画が進められ、巨額の投資がなされている。タルトゥース県の人口のほとんどは、アラブ人だが、3000人ほどのギリシャ系住民が、タルトゥースの南野の町に住んでいる、19世紀末、クレタ島から追われたムスリム難民が、東ジオスマン帝国領だった、この地に移住した。 またイラク戦争以来、イラク人、難民数千人がタルトゥースに住んでいる。タルトゥースとその周辺にはよく整備された道路網や国道がある。鉄道がタルトゥースとシリアの他の大都市との間を結んでいるが、旅客運送を行っているのはラタキアとの間の路線のみ。沖のアルワード島との間にはフェリーが運行している。 国際空港は8 0トル北のあるバシル、エールベーシルにある。タルトゥースの旧市街中心部は、十字軍時代のテンプル、騎士団城塞の上に立っており、その城壁内部は、近代以降の新しい建物で埋め尽くされている。旧市街とその北側及び東側に広がる、新市街とは、城塞の堀で分かれている。城塞の外には、史跡は、あまりないが、 12世紀に建てられた元聖母教会、現在の博物館の建物は新市街の側にある。タルトゥースと周辺地域は古代遺跡の豊かな地域で様々な時代の重要な遺跡、よく知られた遺跡が市内から車で30分以内の場所にある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。